兵庫県知事の井戸敏三です。兵庫県では本日新たな感染者が24人確認されました。これで直近1週間の移動平均で 10.7 人となりました。感染警戒期に入ることになります。これを受けて対応シナリオに基づき、当面の医療体制や社会活動の制限について決定しました。県民の皆様、事業者の皆様にはすでに大変なご苦労をおかけしていますが、次のことについて強くお願いします。まず県民の皆様へのお願いです。4点あります。まず第一は、東京都など人口密集地や感染が再拡大している地域との不要不急の往来を自粛してください。第2は、業種ごとの感染拡大予防がガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店や お酒の提供を行う飲食店への出入りを自粛してください。3つは、店舗や施設等を利用される際、兵庫県新型コロナ追跡システムの利用をお願いします。メールアドレス等を登録していただくだけで結構です。このような QR コードがありますので、掲げていただくだけで結構です。4つは、3密の回避、熱中症に留意したマスクの着用など、兵庫スタイルに取り組んでください。次に事業者の皆様へのお願いです。3点あります。1つは、ガイドライン等に基づく感染防止対策の徹底をお願いします。またこちらの感染防止対策宣言ポスターの掲示をお願いします。特にバーやクラブなど接待を伴う飲食店およびその他のお酒の提供を行う飲食店はガイドラインの遵守をお願いいたします。2つに、飲食店では少しでも症状がある従業員がおられる場合は、自宅待機として速やかに最寄りの保健所に連絡し、検査を受診してください。3つは、兵庫県新型コロナ追跡システムへの登録と店内での QR コードの掲示をお願いします。最後に、学生をはじめとした若者の皆様へのお願いです。3点あります。1つは、多人数での会食は慎重に行ってください。2つは、飲食しながらの大声での会話や回し飲みは避けてください。3つは、感染防止対策を行っていない店の利用は控えてください。新型コロナウイルス感染再拡大の防止に向け、県民の皆様、事業者の皆様、引き続きご理解ご協力をお願いします。県民の皆様の健康を守るための措置でありますので、よろしくご理解ください。